大学生のたかしは最近知り合ったユージと仲良くなり、一緒に遊ぶことが増えた。ユージは面白くて親切で、たかしにいろいろと良いアドバイスをくれた。ある日、たかしは最近夜中に目が覚めるんだ。変な音がするし、どうも部屋の中に誰かがいる気がしてとユージに相談した。ユージは少し考えてから、それは良くないな。とりあえず、窓とドアに鍵をちゃんとかけて、夜は絶対に外に出ないようにしろ。それから、壁にお札を貼っておけと言った。たかしはアドバイスに従い、しっかりと対策をした。数日後、たかしはユージに再会し、おかげで夜中に目が覚めることもなくなったし、変な音も消えたよ。ありがとう、と感謝した。しかし、ユージは無言でたかしを見つめ、ふっと笑った。そして、低い声でこう言った。それでいい、もう安心だ。でも、もし何かあったら絶対に僕に知らせてくれ。すぐに来るから。その夜、たかしの部屋のドアがゆっくりと開き、誰かが入ってきた。解説、たかしにアドバイスをした友達のユージは実は人間ではなく、たかしを狙っている霊的な存在だった可能性があります。ユージのアドバイスは、たかしを安心させるためではなく、彼を自分の手中に収めるための罠だったのです。最後にたかしの部屋に入ってきたのはユージで、彼が本来の目的を果たすために訪れたと考えられます。